鹿児島市は、鹿児島港本港空エリアで整備を検討しているサッカースタジアムについてドルフィンポーター跡地と住吉町15番街区の2箇所を候補地から除外し鹿児島水族館などがある北ふ頭を新たな候補地として検討を進めると明らかにしました。今日鹿児島市は市は議会会のの特別委員会で、サッカースタジアム整備の候補地としていた。 ドルフィンポート跡地と住吉町15番街区を候補地から除外することを明らかにしました鹿児島市は県の新たな総合体育館の整備計画との調整や土地の狭さ、収支などを理由に挙げていますそして今後は鹿児島水族館や奄美機械航路がある北不当を新たな候補地として検討を進めるとしました鹿児島市は北不当について 一定の敷地面積がありサッカースタジアムを整備することは県のグランドデザインとも合致しているとして県と協議していきたいと説明しました。